社伝新婚神社は、島根県松江市、大場町にある神社である。旧社格は、県社で、大六社の一社。本殿は現存する日本最古の大こそづくりで国宝。現在は、伊ナミ大臣を主催神とし、伊ナギ野大臣を廃止するとしているが、これは、中世末期頃からのもので、それ以前の祭神は不明である。時代が下って、 漢文年間頃の新滑回祝市には、熊野大臣、大名討の命などの神明が見えるが、現在では記録上わかる範囲内で、より古い方の説に従っている。社殿によれば、天野保姫の命がこの地にあもって創建したものと伝えられるが、縁起式神明帳、国史や出雲国風土記に当社は記載されておらず、文献における所見は、 上元2年の鎌倉将軍下し踏みであり、実際の創建は平安時代中期以降と見られている。当社は出雲国府に近い古代出雲の中心地であり、社殿では天の保比の命の子孫が出雲国像として25代まで当社に奉仕したという。出雲国像家は現在は出雲大社の宮治家であるが、国像家の代替わりの時の進化相続式古伝に稲い祭りは、 明治社年までは当社に参考して行われていた。二重喫光に、U の文字。本殿は現存する最古の大こそづくり建造物で、あり、昭和27年3月に国宝に指定された。昭和23年の修理の際に、柱から昭平元年の牧書が見つかったが、現在の社殿は、天正11年の再建と考えられている。室町時代の造営になる。 新婚神社本殿は、出雲大社より大こそ作りの個性をよく保存している。出雲大社と同様に入り口は正面に向かって、右に偏ってあるが、神座は、出雲大社とは反対に、殿内の中心に立つ心を柱の左奥に、横向きに置かれている。木舟稲荷両上社の社殿も、天正11年の混流で、重要文化財に指定されている。 社殿は、珍しい二軒舎流れ作りである。国宝重要文化財進化相続4月18日記念祭10月18日、霊祭11月11日神有祭り12月13日、新滑祭り、岡間真嗣、日本建築士、足立康氏、知人書館、1940、神社の由来がわかる、正辞典、三橋県、PHP 研究所、2007。 ありがとうございます。